伝えるだけできっといい。どうしようかな。ハートいっぱい書こう。はい。え、なにこれ。さあ行こう。ウィー。だからいつもありがとうなんだ。そうです。いつもありがとう。伝えてみよう。伝えるだけできっといい。翔くんって本当に面倒見がいいんですよ。初めて一人のロケ仕事があって緊張した時も翔くん仕事じゃないのについてきてくれたんです。すっごく心強かったので頼りになりました。翔くん、はい、僕からちょっと渡したいものがあります。リーダー与那城翔殿、翔くんはいつも頑張ってくれてるので、うん、これを賞します。え、何これ。ありがとうございます。え、マジ。僕が不安な時にいつもついてきてくれてありがとう。言葉にされるちょっと嬉しいね。そうですね。じゃあ大事に食べます。はい、ぜひ食べてください。ありがとう、豆。ありがとうございます。ありがとう。いや、なんマジでこういうのやると泣いちゃうのよ、本当にもう。書くぞ。よし。伝えるだけできっといい。シオンは俺が変な絡みしてもしっかり返してくれるんです。一見破天荒に見えるかもしれないけど本当は優しいやつなんです。誕生日に3つのケーキくれたり、シオンのことをもっと構ってあげたいなって思ってます。はい、君。うわ。あげます。本当ですか。うん、急に急に。お疲れ様、ごちそうたくさん作ってあげるよ。いや、ちょっと最近シオン頑張ってるし、はい、あとまあ根は優しい子だから、はい、あ、分かってますね。フルコース。フルコースはちょっと難しい。、うん。